どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、またね、皆さんに残念なお話をしなければなりません。最近すごいんですけども、またね、セゾンカードが解約ということで、一部のね、決済先のポイント付与半減、またね、ポイント付与対象外で、ね、発表いたしましたので、 本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで今回ですね、永久不滅ポイントが付与されるクレジットカードもそうですし、セゾンプラチナ、プラチナビジネス、えー、セゾンゴールド、ここら辺のセゾンマイルクラブ加入されてる方いらっしゃいますよね。ジャルマイルを貯めるメインカードになり得るクレジットカードということで、利用されてる方非常に多いと思うんですけども、今回の回でね、結構影響あるのではないかと思いますので、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。 はい。ということで、こちらね、ク、えー、セゾンの公式サイトになるわけなんですけども、先日ね、セゾンプラチナアメリカンエキスプレスのね、セゾンマイルクラブのね、年会費改定があったりね、まあその前にもですね、セゾンマイレージプラスのね、マイル付与改定とかもあったり、まあ去年はですね、セゾンプラチナビジネスの年会費優遇とかね、税金の支払いのね、 ポイント還元率変更とかねまあいろいろね解約がね発表されてきたわけなんですけれどもまたね永久不滅ポイント並びにセゾンマイルクラブ一部のお取引での還元率変更をね発表いたしましたまずね今回発表された内容についてなんですけれども平素よりセゾンカードご利用いただきまして誠にありがとうございます2020年7月11日カードご利用分より以下の取引での永久不滅ポイント並びにセゾンマイルクラブの還元率を変更いたしますということで 発表がございました。こちらのね、今回の改定に関しては、2024年7月の11日ということで、 ちょうど3ヶ月後からね、こちら適用になるっていうふうになりますんで、こちらもね、ご注意ください。で、今回のね、変更なんですけども、まずね、永久不滅ポイント及びセゾンマイルクラブの還元率が変更となるカードのお取引ということで、電力会社、ガス会社、水道料金、NHK、電子マネーチャージが今回の発表で改定になります。ですので、まず公共料金がですね、変更になるっていうふうになります。こちらね、冒頭にセゾンプラチナとか、セゾンプラチナビジネスとかね、 話しております。けれども、基本的にこの永久不滅ポイントが付与されるクレジットカードに関しては全てがね対象っていう風になります。セゾンのクレジットカードってめちゃくちゃたくさんありますけれども、もまあ、永久不滅ポイントがね。こういった感じで、えー、書いてあるクレジットカードございますよね。こういったものに関しては、えー、全部ね。適用っていう風になりますんで、結構ね。持たれてる方が多い。クレジットカードに関しても、この永久不滅ポイントがね。付与されるものに関してはえー、全てね。対象っていう風になりますんで、この点ね。 覚えておいてください。で、今回ですね、電力、ガス、水道、NHK、電子マネーがね、還元率変更ということで、このセゾンのね、クレジットカードといえば、電子マネーがね、非常に強いポイント付与があるっていうのはね、まあ、有名だったわけなんですけども、とうとうね、こちらに、まあ、メスが入ってきたっていたがちになるんですよね。で、詳しいところはね、ちょっと後で見ていきたいなと思うんですけども、まず還元率の変更内容ですね、永久不滅ポイントが付与されるクレジットカードに関しては、 今後ね、こちらのね、利用先に関しては、変更前が1000円ごとに1ポイント。まあ、この1ポイントっていうのは、永久不滅ポイントはね、1ポイント5円換算になりますんで、まあ、1000円で5円分っていうふうになりますんで、0.5%還元でね、利用することができてたわけなんですけども、変更後は、 2000円ごとに1ポイントということでえ、半分になってしまうっていう感じですね。非常にね、残念ですよね。で、またですね、セゾンマイルクラブ、利用されている方は、変更前はね、1000円ごとに10マイル。アメリカンエクスプレスえブランドのみ利用で、 2000円ごとに永久不滅ポイント1ポイントがね、えー、もらうことができてたわけなんですけども、まあこれがね、あることによって、このね、セゾマイルクラブね、利用されている方は、ジャルマイルの還元率がね、1.125で、えー、溜まってたわけなんですけども、変更後は2000円ごとに10マイルのみっていた価値になります。いや、非常に残念ですね。で、こちらの適用については、2020年7月の11日以降からね、適用に、 なりますで、細かい部分ね、ちょっと見ていきたいなと思うんですけども、えまずですね、対象詳細はこちらということで、え記載がね、あるわけなんですけども、2024年7月11日カードご利用分より一部の取引での永久不滅ポイントせずをマイルからも還元率で変更になりますということで、えこちらがね、 その詳細になります。まず、永久不滅ポイント、せぞマイルクラブ、付与対象外のご利用ということで、え今後はね、こちらえ、対象外になります。ですので、こちらで利用した分に関しては、えどんだけ利用してもね、ポイント付与がもらえないっていうふうになりますんで、ご注意ください。え楽天エディであったり、ナナコチャージとかね。まあ、これのとこはね、今も入ってたと思うんですけども、まあ、ちょっとね、 今までどれが入っててどれが入ってなかったか私も全てはね、把握してないんですけれども、ひとまずね、楽天エディとかね、75チャージ、JAL グローバルウォレットのチャージ、ピターパ、セゾンポケット、台話証券、セゾン投資のカード決済による積み立て、ショッピング、ご利用分の金額は1000円未満の場合。 ショッピングリボ手数料とかね。まあ、以下ありますけども。まあ、こういったものはですね、セゾンマイルクラブ、付与対象外、永久不滅ポイントも対象外っていうふうになります。で、このね、セゾンポケット代用証券コネクトとかね、ありますけども、カード決済のね、あの、クレカ積み立てに関しては、こちらご注意書いてありますけども、証券会社カード決済による積み立ては、独自ポイントプログラムでの還元となりますということで、まあ、こちらとは一応別枠になってるみたいですよね。ですので、こちらで付与しないで、こっちで付与するみたいな。 まあ、そんな感じになると思います。さすがにね、先日ね、先日ね、えっと、ゴールドカードが0.5%で統一されたんですよね。まあ、そういったのもありますんで、ポイント付与がもらえないわけではなくて、まあ、こちらでは付与しないで、あっちで付与するみたいな。まあ、そういった感じですかね。また、以下のカードでは、ララポートな一部決済ご利用分が永久不滅ポイント付与対象外になりますということで、こちらのね、クレジットカード保有されている方は、まあ、一部の店舗はね、ご利用付与対象外となる場合がございますということで、まあ、特にね、あの、詳細 書いてないんで、すすけども一応ねねこういいった感じも、ね、発表さされておりますんででご注意くださいで永久不滅ポイント、マイルセゾンクラブ、還元率が異なるご利用ということで、2024年1月11日からですね、こちらね、税金の支払いね、還元率がね、永久不滅ポイントの場合は2000円ごとに1ポイント、セゾンマイルクラブの方は2000円、 円前にえ10マイルということでこちらもねあのアメックスブランドのね2000マイル永久不滅ポイント1ポイント付与は対象外になりましたよね。まあこちらね。 以前ね、発表された分なんですけども、え2020年7月11日以降からですねえ、電力会社、ガス会社、水道局ということで、公共料金に関しても、還元率がね、永久不滅ポイントの場合は2000ポ2000円ごとに1ポイント、セゾンマイルクラブの方は2000円ごとに10マイルって言ったがちになります。で、今回のね、一番の残念ポイントはやはりここですよね。電子マネーに関しても、 こちらね、還元率がね、変更が発表されてしまったっていう風になるんですよね。上記のご利用は予告なく変更追加となる場合がございますということで、まあこのね、電子マネーに関してはね、かなり少ないですよね。 イデアとかですね、ビーヨンさんとかね、バンドルカードとかね、入っておりませんので、まあ、ここら辺がね、えー、実際にどうなるのかっていうのは、まあ、この7月の11日以降ね、利用してみないとね、わかんないわけなんですけども、まあ、ひとまずですね、このね、スイカ、スゴカ、パスもニモかイコか、キャッシュ、au ペイ残高ンダガチャージに関しては、えー、ポイント付与ね、2000円ごとに1ポイント、もしくはせぞマイルクラブの方は2000円ごとに10マイルということで、えー、還元率がね、下がってしまうっていうふうになりますんで、 これはね、非常に残念ですよね。特にね、何回も言ってると思うんですけども、セゾンカードといえば、このね、電子マネーのね、チャージがポイント満額取れること,ということで、まあ、有名だったわけなんですけども、とうとうメスが入ってしまったっていうふうになるんですよね。いやね、非常に残念ですよね。で、今回のね、この改定でどういった影響がね、あるのかっていう話なんですけども、やはりね、この au pay 残高チャージ、非常に痛いですよね。というのも、 こちら、私の動画でね、結構ね、紹介させていただいていた、セゾンプラチナ、セゾンプラチナビジネスね、ありますけども、こちらね、セゾンマイクラブに加盟して、え基本で1.125%還元が取れるんですよね。 まあ、あの、制度のマイルクラブ入っていただければ、1000円ごとに10マイル。またね、2000円ごとに永久不滅ポイントが1ポイントもらえますので、これをね、全部 JAL マイルに交換するってなると、JAL マイルの還元率はね、1.125%ということで、JAL マイルを貯めるね、クレジットカードとしては非常にね、優秀なんですよね。で、それでね、 au pay プリペイドにチャージしていただいても、これが今までね、ポイント還元が取れておりましたので、そちらにチャージしていただいて、さらにね、この2000円ごとに1ポイントの永久不滅ポイントも、永久不滅ポイントからね、JAL バイルに交換するときに、増量キャンペーンで交換していただいて、このね、au pay プリペイドで利用した時のポンタポイントも、増量キャンペーンでね、交換していただければですね、JAL バイルの最大還元率はね、1.45とかまでね、上げることができていたわけなんですけども、 今回ですね、aupay の残高チャージに関しても、こちらね、メスが入ってしまって、えセゾンマイルクラブに関しては、2000円ごとに10マイルということで、今までね、1000円ごとに10マイルプラス1ポイントもらえてたところが、 2000千ごとに10マイルということで、0.5%還元になってしまうっていうふうになるんですよね。ですので、今後ね、こちらの利用方法はね、もう利用することができないっていうふうになりますんで、aupay プリペイドにね、チャージして利用するっていうのは、もうね、2024年7月の11日以降はですね、利用するのはね、おすすめできないっていうふうになりますんで、 基本的にはね、クレジットカード決済でね、利用していただくのがね、おすすめっていう風になります。今までね、このクレジットカードは a u p プリペイドにチャージして利用しましょうっていう話をね、私はね、えずっと言わせていただいたわけなんですけども、7月の11日以降はですね、こちらね、半分になってしまうっていう風になりますんで、いやね、非常に残念ですね。またね、スイカチャージとかもですね、 私がね、営業担当ね、あの、セゾンの営業担当昔ついてたんですけども、このね、スイカとかね、こういった電子マネーもね、チャージで取れたりするのはね、結構おすすめポイントって言ってたわけなんですけども、いやね、ここにもね、メスが入ってしまいましたよね。ですので、えー、ここら辺ね、還元率半分になってしまうっていう風になりますんで、えー、この点はね、ご注意いただければなと思います。このスイカとかに関してはですね、ちょっとね、この電子マネーチャージがどこまでね、影響を及ぼすのか、この半分になるのはね、 どこまで来るのかはね、正直運用が始まってみないと、まあ、イデアとかですね、b 4さん、バンドルカード、え、いろいろね、このアメックスのブランドからね、チャージすることできますけども、まあ、そこら辺がね、満額取れるのであれば、まあ、それ経由でね、このモバイルスイカとかね、チャージしていただければ、ポイント満額取れてチャージできるのかもしれませんけども、書いてある量もね、かなり少ないですし、まあ、 こちらね、予告なく変更追加となる場合がございますということで、まあ、今後ね、増えていくのかもしれないですね。ここはちょっとわかんないですけども、ひとまずね、こういった感じでね、発表されてしまいましたので、いやね、非常に残念ですよね。 いやね、非常に残念ですよね。本当にセゾンカードね、最近もういい話が全然聞かない。またね、あの、3月31日までね、セゾンプラチナビジネス持ってる人にね、セゾンプラチナの個人カードをね、年会費永年無料でね、発行させて、その翌日にですね、個人カードの方のね、セゾンマイルクラブ年会費有料を発表するとかね、本当に最近のやり方ね、ちょっと良くない感じがね、あの、増えてきたりですね、今回のね、 発表もございましたので、いやね、本当に解約は連チャンですよね。で、今回ですね、このセゾンプラチナ、セゾンプラチナビジネスね、解約になるということで、これ以外のカードでね、ジャルマイルの還元率がいいカードね、えないですかっていつもね、聞かれるんですけども、先日ね、こちらね、ツイッターの方で教えていただいたんですけども、このね、あの、セゾンのクレジットカードも、税金の支払いね、あの、ポイント付与率下がってしまったじゃないですか。 まあ、それもありまして、それでもね、このセゾンのカードって、まあ、基本ね、今回の改定はありますけども、それ以外の場所で使えばね、1.125セゾンマイルクラブ加入していればね、こちらの還元が取れるということで、まあ、これが一番高いんじゃないかな、なんていうふうに思っていたんですけども、税金の支払いね、ポイント付与率が下がるということで、税金の支払いとかをね、あの、念頭にいていただくと、おすすめできるカードはね、JAL ダイナース。まあ、こちらもね、いつ、 あの、メスが入るかどうかわかんないんですけども、JAL ダイナースって、JAL のね、ポイント付与率が下がってもね、こちらね、JAL ダイナースはね、そのまま利用することがね、今のところできているっていう風になるんですよね。年会費はね、3万と800円ということで、ちょっと高いんですけども、このね、JAL ダイナースっていうのは、ビジネスアカウントのね、カードも作れて、本家のね、ダイナースは、え税金の支払いね、ポイント付与率下がると思うんですけども、このね、JAL ダイナースはですね、 ポイント付与率下がらず1%還元で税金支払うことができるんですよね。もちろん手数料はね、かかってきてしまうんですけれども、1%は取れるっていう風になりますんで、こちらね。 え、ツイッターの方でね、教えていただいてえ、デスクの方にね、確認いたしましたけども、あの、本家の方はね、ダメなんですけども、JAL ダイナースの方はね、大丈夫みたいですので、もしね、今後税金の支払いで1%還元取っていきたいっていう方は、JAL ダイナースの個人カードをね、発行していただいて、ビジネスアカウントね、こちら追加5500円でね、発行することができるっていうふうになりますんで、こちらのクレジットカードもね、結構いいのではないのかなと、 思います。まあ、ダイナスってなりますんで、こちらはね、ポイントサイトに案件がございませんので、まあ、発行する場合はね、普通に、あの、公式サイトからね、発行していた形になると思うんですけども、こちらもね、今回のね、改定、まあ、最近のね、あの、セゾンの改定でね、もうちょっとセゾン嫌だなっていう方で、税金の支払いとかもね、念頭に入れて、えー、カード変更されたいっていう方は、JAL ダイナス発行していて、ビジネスアカウント発行していただくのもね、いいのではないのかなと、 思います。まあ年会費はですね、ビジネスアカウント入れると3万6000超えてきますので、まあ結構ね、年会費上がっちゃうんですけども、最近のね、このセゾンカードの解約すごいんでね、こちらもぜひね、覚えておいていただければなぁと思います。ということで今回ですね、セゾンカードが一部の決済先のポイント付与率をね、変更いたしましたので、解説させていただいたわけなんですけども、いやね、残念ですね。 本当にこんなに解約が来ると、先日のね、セゾンゴールドの年会費夕方、プラス1万1000で、プライティパスね、利用することができて、えー、発行された方でね、非常に多いと思うんですけども、あそこのメスが入ってこないかね、心配ですよね。まあ一応ね、セゾンローズゴールドはね、先日の細かい話でね、させていただきました通り、セゾンローズゴールドっていうのは本当にね、あの、セゾン、えー ゴールドアメックスの年会費優遇だとね、ほとんど一緒になりましたので、まあ大丈夫だと思うんですけども、ここまでね、連チャンするとね、ちょっと来そうですよね。ここはね、また何かありましたらね、そこを出したいと思いますので、ぜひね、チェックしていただければなぁと。 思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が良にんった方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントで、PP 診断、マイル診断、マイルクレエイト診断、ポイントサイト診断ね、やっておりますので、ぜひね、こちらから無料で利用することでいきますんで、チェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。